うっし、今日も掘っていくぞ。ウェイ。周辺に虫が大量に湧いているので、バラーシホルノスキーをキャピタルベッセルの外に止めて砲台にしています。撤去点のすぐ近くだからな。プロメシウムとカレア鉱石の近くに撤去点ができるから、掘りたかったら攻略しろってことなんだろうな。幸い今回の撤去点は砲台を持たないタイプだったっすけどね。ここを掘った後で、じっくりと撤去点を攻略していくか。あ、プロメシウムだから塊を破壊するタイプだったか。久しぶりのドカーン。地層タイプじゃないなら姿勢固定しない方がいいか。姿勢固定解除っと。気持ちいいねー。ドリ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 。ドーン。ドーン、ドーン。はっ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 は。こんなんで喜ぶんだからおめでたいやつだなほんと。人が楽しんでいるところになんで水を差すようなこと言うかね。人の楽しみを奪おうとするやつほどうざいやつはいないっすよね。潜れる動物じゃなかったら物理的に消えてほしいレベルだわ。つまり俺はセーフってことだろ。いる人は言ってない。やっぱあれっすよ、クモ肉用意した方がいいんすよ。交易で食料難から脱出して、食に余裕ができたのがまずかったか。しつけのためにもクモ肉に代わる厳罰を考えないとっすね。それ本人、大将の前で話すことじゃなくね。まあ、とりあえずプロメシウム採掘完了っと。近くにある敵拠点はシーズン1でも攻略した、地下深い拠点だな。キモいモンスターがいる場所だっけか。まあ、コアの位置とかトラップは覚えているから、ショートカットでサクッと攻略しよう。入り口の脇にオレンジモグリンで穴を掘っていきます。え、回った、お前は迷路のスタートからゴールまで迷路の外側通るようなことしやがる。シーズン1では成功法で攻略したから、今度は絡めてでいくのよ。せっかくのオレンジモグリンだ、有効に利用していかないとな。オレンジモグリン大活躍っすね。そういや、オレンジモグリンってガトリングターレットの他にもガトリング砲装備してんのな。ドリルディーチェット機をガトリングと交換してある。さすがに非武装のままはきつかったからな。ガトリングターレットも本来はマルチターレットだったっすよね。初期惑星で序盤に設計したやつを使い続けようとしたら、どんどん重武装になるのはしょうがないことなんだよ。他の惑星だと採掘中も襲われる可能性上がるしな。採掘中に PV が接近してて、穴から出たら鉢合わせするとかもあったし。あれはヤバかったな。バグで攻撃しない状態だったから助かったようなもんだし。なんかめっちゃモンスターの声が聞こえるんすけど。そりゃそうよ。撤去点の壁に沿って掘り下げてるからな。声が増えてきたな。下に行くほど声が増えるから、そろそろ再火装ってことかな。こんなもんかな。ここから拠点側に向かって方向転換してっと。ビンゴ。再火装で一部だけ壁がない場所があるんだが、見事にそこに出てこれたぞ。想定以上にドンピシャだったな。穴を掘り広げてっと。いくらかガトリングで蹴散らしておくか。よっと。どっこいしょっと。まずはスポナー。ターレットも迎撃開始。ここまで道ができれば十分だな。一度キャピタルベッセルに撤収してっと。スモールベッセルで再出撃。ここの化け物は状態異常きついんだよね。不正エイリアンにサソリの毒、解放層などなど、こういう時こそプチスモールベッセルで制圧していくのよ。攻撃で医薬品大量購入したのにプチスモールベッセル使って痩せはないわな。医薬品全部ベースに置いてきたからしょうがない。意味ないじゃないっすか。せめてプチスモールベッセルに積み込んでおいてさ、放射戦闘中の不調に備えるとかしろよ。一理あるな。とりあえず、上等捕獲庫。そのままコアまで攻め込んでいの。コアを入れ替えていの。回収しいの。回収しの。回収しの。
角度つけるの。マルチターレットは地下を掘るように設置されてないからな。側面に移設するだけでいいと思うんすけど。確かに。わらしいの。あ、あれちょっと取ってきて。猫の毛も借りたいって、しょうがないな。どこ行くねん。こっちからお宝の匂いがする。ほら、あった。あの猫は何を感知しているんすかね。敵のお宝を見つけ出してくれるだけならいいんだが、人のクレカ見つけ出して勝手に使うのやめさせたい。猫のしつけってレベルじゃねえっすよ。親の財布から金をちょろまかしてるクソガキたちよ。全部親にバレてるからな。黙って親は悲しんでいるんだ。なんでこんな子供に育ってしまったのかと。なんでこんな猫に育ってしまったのだろうか。飼い主が悪いからだろうな。なんかもう情けなくて、ただただ悲しい。悲しみを怒りに変えて、立てよ国民よ。それだとお前をぶん殴る方向に向かうか。虐待ですな、助けてな。猫の方が飼い主虐待してんじゃないんすかね。うるせえ、自爆スイッチ押すぞ。あれだな、この星を離れる時に置き去りにでもしてやろうかこの猫。いや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 、死ぬぜん。死ねばいい。いや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 、許してなん。ここで許したら数日後にまたいつもの調子で喧嘩売ってくるっすよ。もふらせてやるから許せって。犬がいるんでいいです。ぐぬぬと、とりあえずこれだけ解体しました。すごいねえ、ともっちゃ頑張ったねえ。必死だな。だいぶ資材も溜まってきたし、そろそろキャピタルベッセルを用意してもいいかな。わあ、どんな船が出来上がるんだろう、楽しみだな。猫は打ち上げを見送る側になるんすよ。いや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 、だだこねだした。うるせえな、本当にこの星に置いていくぞ。すみませんでした。機嫌悪い時のご主人って、やっぱり毒舌猫の飼い主なんだなって実感するっすね。あん、さあせん。ほいじゃ気を取り直してキャピタルベッセルの用意だな。引っ越し、さっさと引っ越し。芝生どう？行き先はギリル派でいいんすか？ギリル派に行く前に、ストリクスからキャピタルベッセルじゃなきゃいけない惑星があったから、そっちも見ておきたいところだな。ギリル派は新居転校星一等ってことで、またしばらくは探索がメインになる。今回用意するキャピタルベッセルはマルチターレットやドリルターレットを装備しているから、宇宙での活動内容も大幅に増えることになるな。輸送用スモールベッセルも用意して、ベースの中にある資材のほぼ全てを持ち出す。この惑星のドローンベースとか、凶悪なレーダーステーションとか手つかずなんだが。惑星が巨大な分、移動時間も考えるとかまっていられんわ。さっさと宇宙に出てザスコシウム探した方が早い。拠点攻略が雑になってきたっすね。キャピタルベッセルで行動できるようになったら無理に攻略する理由がないからな。目当ての鉱脈の近くに陣取ってたら排除するけど、それ以外は避けて通ればいいだけだし。他にやりたいことがあるからな。そっちを優先したい。何やりたいんすか？それはおいおい、その時のお楽しみだ。どうせろくでもないことだろうよ。あん、わあなんだろう、楽しみ。とりあえずヒグマどもを探しつつ、強力な母船を手に入れる準備だな。それじゃ、キャピタルベッセルに輸送用スモールベッセルを持っていこう。またジェネレータ出力足りてないけん。っていうか、いきなりでかいの作ってんじゃねえよお前。この船見たことあるぞ。前のキャピタルベッセル紹介で見かけたポロリとは違うっすね。ポロリより形式番号が若いってことは、ポロリよりも前に作ったんすか？そうだよ。ポロリは FCV24、この船は FCV21。本編登場予定だったからあえて紹介していなかった。出し惜しみその1。コンストラクタに横付けしてっと。これでよし。コンストラクタは定位置っすか？後で保有している T2 と置き換える。ブループリントのコスト削減のために、いろいろと改装備に置き換えてあるんだよ。スラスターとか RCS とか。ザスコシウムを使うやつはできるだけ取り除いてある。オレンジもグリーンも持っていくぞ。バラーシホルノスキーは置いていく。ついにリストラか。所詮はトラック改造の急増品だったってことだな。テッキーとキコルスキーも置いていくんすか？代わりにこいつを持っていく。新しいホバーベッセルすか？過去に非武装トラックとして作られた CHV-03 が、大破と再生を繰り返して誕生した姿。ちょうど、キコルスキー。ちょうど。キコルスキーってことは、もちろん伐採能力を有している。ちょっとした陸上戦艦だな。これ、どっちが前っすか？四方が後ろ向いてね。移動時は伐採しながら進む。戦闘時は反対側のシールドを前面にして戦闘するようにしてある。ついにホバーベッセルにもガーディアン化の波が来たか。まあ、この後もっと有用な設計方針を発見してガーディアン化も陳腐化していったんだけどな。それはおいおい。赤い扉は機関室。この先は外。こっちには自室があるが、反対側、右舷側にはワープドライブが設置されている。寝室も完備。なんでいつも自室だけは豪華なんだろうな。安定のバストイレ。
っていうか、この船お前一人で動かすのに自室でくつろぐ余裕なんてあると思ってんの？交易で船員を雇っていこうかなとか。そういえば交易所でクルー売ってたっすね。人身売買かよ。いや、普通に雇用契約だろ。館内広すぎてバイクで移動っすか。格納庫広く作りすぎた気がしないでもない。サバサバイブも持っていくのか？そや、もともと関西機だし。外見見るの忘れてたな。ハンガーサイズに合わせて作ってたら随分とでかくなって、トロイホースをミニサイズにするきっかけになってたりする。で、やっぱりこいつはあれなのか？初代、ジャジャマル？どっかで見たことあるような感じっすね。そらジャジャマルだし、クラッチとリインフォースとアレクサンドリアを混ぜてデフォルメ化したのがジャジャマル。マイクラと違って斜めブロック使えたから微妙に印象が変わるが。原案のデザインにはこっちの方が近いな。このスケールでトロイホースの格納庫を作っていたら大変なことになっていただろうな。並べるとこんな感じなんだが。十分でかいだろこれ。本来のスケールでトロイホースを作っていたら、こうなってた。ジャジャマルのカタパルトがそのまま片方の足と同じサイズになっていたんすか。こんなの作れって言われたら130万円請求するね。大きさ的に2倍くらいにしか見えなかったが、請求金額10倍超えるのか。お前立方メートルの単位の意味わかってる？スケール2倍ってことは、長さ2倍、高さ2倍、奥行き2倍の労力が必要なんだぞ。倍率の3乗の労力。そこまでいくと楽しむよりも苦痛が勝るからモチベーションもたないわ。ほん。ちなみに、館内通路はマイクラ版と同じ経路になっている。設計上他に取りようがないだけっていう。なんすかここ。トイレ。ドアありとなしの違いはあるんすか？男子トイレってこんなんだろ。で、ブリッジ。この上にはやっぱり出口がある。ブリッジと出入り口はいつもセットなんすね。ブリッジから館内経路使うより外から格納庫に行った方が早いのよ。狭い通路移動するのが結構大変でな。で、ブリッジだが。トロイホースより広い分、ブリッジしているな。明るすぎないっすかね。艦長席の周りだけな。クルー席は紺色で抑え気味にしてある。アニバーサリーアップデートで色の種類が増える前の建造だから、後で塗り替えてもいいな。クルーは随時増員するんだな。そうだな。交易所で購入できたら座席と交換する感じで置いていきたいな。できれば早く一人目が欲しいっすね。猫の代わりに。いや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 。いや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 。サバイバル生活に巻き込まれた挙句に置き去りにされるとかひどすぎない？あ、そうそう、カタパルト。なんなん、マジでなんなん。カタパルトな。ツーアンテイ。カタパルトはボロリで作ったやつを逆輸入した。取ってつけたような発信シグナル。レバーでアンロックして。センサー範囲に入るとカウントダウン。ライトの表示が微妙っすね。宇宙とかもっと軽い場所でやれば正常に動作すると思うが、おいおいな。で、格納庫直結のコクピットがこっち。帰還してすぐに使えるようになっていて、医療設備とかも完備している。つまり、いつものレイアウト。ただ、ここが結構船の中央に近くて、人用の出入り口から遠いのが難点。両隣のドアは外じゃないんすか？こっちは監視エリアとの境界だな。タンク類や海 RCS を大量に設置するスペースだったが、RCST2 が用意できたから空間になっている。この船は例によって農場を備えていないから。ここを農場にするって手もあるな。だけど、できるだけ農場はベースで作りたいからな。しばらくは空白でいいかなって。あ、一応で入り口追加しておいた。緊急時はここから出られる。ただ、ランプとかタラップを置いてないから、重力が小さい星でないとここには登れない。ほん。とりあえず、この船でこれから宇宙で活動するわけだが、重大な問題がいくつかあるんだよな。なんすか？この船ってコスト抑えるために上位スラスター減らしたんだけど、水力不足が深刻なのよ。あ、これカタパルト用のモーションセンサーが置いてあるブロックね。簡単に設置してたら爆散するから床下に置いてある。話戻して。そうそうスラスター。前進と後進、上昇加工は重要だから上位スラスター搭載してんだが、左右の水平移動用のスラスターが割り送っている。降下用のスラスターも買いにしてあるんだが、上昇分のスラスターの半分以下の水力で、制動が効かない。無理にでかい船を作ろうとするからこうなるんだよ。なんでもう一回り小さい PCV-02 とかにしておかないんだよ。いやーせっかくだから大きいので行きたいじゃん。まあ、スラスターは資材確保して増設しながら進むって方針で。それだけで戦う理由できるじゃん。敵キャピタルベッセルを襲撃してスラスターを奪うんすね。そういうことか。あえて不完全な船で宇宙に漕ぎ出して、完成を目指して蛮族やっていくのよ。
変な縛り加えてロールプレイするの好きだよなお前。とりあえず今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオチャオー。